トイック値上げです、ね、多分多くの人がびっくりしたと思うんですけど、2020年に上がったばっかりでしたよね。一回下がったことが実はあるんですよ、トイックって。さあ、では始まりました、もちゃチャンネル。さあ、今回ですね、緊急に動画撮ってるんですけども、4月8日ですね、はい、なんですが、いやー、びっくりですね。トイック値上げですね。多分多くの人がびっくりしたと思うんですけど、まあしょうがないっちゃしょうがないですね。まあ今のね、トイック受けてる方いらっしゃるとは思うんですけども、やはりね、すごくお金がかかっちゃってるっていう状況なんですよね。大学が借りれないっていうね。大学の方がね、安く済むんですけど、結構高級ホテルとか借りてやってますよね。で、まあ、でっかいセミナー会場とか、高級ホテルとかでトイック開催してるんで、お金が非常にかかるんですよ。今までのものよりもお金がかかってしまっているっていう状況なんですね。なんで、それが原因ですね。コロナの状況でコストが上がってしまっているっていうので、こういったことになりました。まあ、ツイッターなんかでもね、すごい高級の場所でやってますみたいなのがバズったりとかね、したと思うんですけど、で、しかも午前と午後で今2回あるんで、今までだったらたったの1回ですね、午後にやるだけだったんですけど、今午前なんで、だから両方借りなきゃいけないわけですね。そうだ、借りてる時間が長い。で、借りてる時間が長いだけじゃなくて、当然雇ってる人ね、働く人っていうのもそれ長く働かなきゃいけないですからね。で、さらには開けて座ってるので、普通だったら2人座らせることができるところに1人しか座れないとか、そういう状況になってしまっているので、どん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 ですね、入ってくるお金は少ないのに出ていくお金が増えちゃってるって状況なんで、上げなきゃいけないってことなんですよ。ということで、6490円から7810円に上がるということになりますね。まあ、トイックってちょっとリピート割引っていうのがあるんで、それが5846円から7150円にっていう形で、あ、割引されてもまだ7000円台になるということで、高くなるわけですね。まあ、しょうがないっちゃいや、しょうがないんですけどね。2021年10月実施ですね。第278回午前と第279回午後からこの値段になるということですね。で、団体一括受験、あ、そうですね。団体で申し込むやつってあるんで、その場合は2022年4月の実施会から適用されるということで、そうですね、団体の場合って1年区切りなんで、3月で区切りなんで、だから4月からっていう風になるわけですね。で、まあ定員制と抽選方式にはしているということですね、はい。で、まあ新型コロナウイルス感染症の影響により、試験会場の確保が困難な状況で試験を実施していること、検温、そうか、そういうのもありますね。会場内の消毒、会場内座席配置の見直しなど、感染予防対策を行うことによるコスト上昇を受けてのもの。新型コロナウイルス感染症をめぐる環境の先行きが不透明な中、安全安心な試験環境の下で受験者の皆様に提供するテストの品質信頼性を維持していくために、受験料の改定が必要であると判断した。 ETS にね、すごい高いお金も払ってますから、絶対トイック運営委員会は、という形で非常に高くなったんですが、これだって2回目ですよね。もうつい2020年に上がったばっかりでしたよね、トイックの値段って。それからもうあっという間にすぐに値上げですね、もう1回。そうですね、2020年4月になってますよね、いろいろ。あと消費税もちょっと関わってたんですね。5725円が5830円に1回上がって、で、さらに2020年4月に6490円に上がってるんですよ。そう、だからその前は5725円なんで、5000円台だったんですね。5000円台だったのが6000円台に上がって、そして7000円台にまた上がるっていう風にどんどん高くなっていくっていうね。まあまあまあね、コロナだったりでしょうがないしょうがないよっていうね、感じだとは思うんですけど、ちょっとね、やっぱ高いって感じますよね。ね、まあ、英検もね、値上げしましたし、ちょっと、おれれれと思うかもしんないんですけど、一回下がったことが実はあるんですよ、トイックって。これもうかなり昔のことなので、その時はすごい話題になったんですけど、多分知らない人も多かったと思いますよね。2009年ですね。もう10年以上前なんですね。はい、トイック受験料値下げ、儲けすぎが原因なんていうことも実はあったんですよね。で、その前は6300円だったんですね、確かね。6300円だったのが2009年の9月13日から600円下がって5700円になるっていうですね。そう、だからこういう風に実は
会計してたんですよ。だから最初ずっと6300円だったんです、トイックっていうのは。で、それが5700円に下がったんですよ。テストが始まって30年って言ってますからね、初めて値下げになるんだっていうふうに当時の記事には書かれていますね。で、そのきっかけっていうのはですね、2009年のですね、2月に行われた経済産業省の立ち入り検査にあったと。財団法人の公益事業について指導監督基準には健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにと定めている。具体的には内部留保比率の目安が3割以下とされ、 IIBC はこれに抵触している疑い、つまり儲けすぎと見られていたと。実はこんなことがあったんですよ。儲けすぎで下がってるんですよね。で、これがなぜトイックで起こったかっていうと、漢検ですね、当時の漢字検定ですごい大きな問題になったんですよ。でも今のね、大学生とかね、小学生、大学生、高校生とか知らないと思うんですけど、儲けすぎっていうのは09年の1月の漢字検定事件、そう、これがあったからなんですね。ね、日本漢字検定能力検定協会が検定ブーム利益が過剰になり、所管する文部科学省から再三にわたって受験料の値下げや公益的な支出に資金を回すなどの措置を取るよう指導を受けていたと。そうなんですね。漢検がブームだったりしたこともあったわけですよ。まあ、テレビとかでもね、クイズとかで漢字がいろいろ出てたりとかね、まあ今でもあると思うんですけど、そんな感じですごいブームになったりして儲けてたと。で、それで立ち入り検査を受けて、その多額の利益とともに協会の私物化で前理事長らが背任容疑で逮捕されたっていうね、そんなことがあったんですよ、実は2009年。で、 IIBC は内部留保がどの程度あるかは開示できないとしながらも、経産省の指導に基づいて検討し値下げを決めたと話していると。ね、受験者が増えて事業規模も利益も拡大、儲けを溜め込んでいたことは間違いないようだが、その後に確定した08年度の当期収支差額では6億3000万円を計上したと、うん、だからすごい儲かってたんですよ。だからこの時はすごい叩かれたんですよね。あんま覚えてないですけど、自分自身もそんなことがあったんですが、こういった形になりましたね。そうです。だから6300円でずっと来てたんだけど、5700円に値下げ、その後ボンボンと2回上がったってことなんですよね。で、2020年の段階で、まあ、ほぼほぼ同じ額に戻った6490円なんで、で、そこからまた値上げして7000円台。だから今回は本当の値上げっていう感じですね。本当に高くなるという感じですね。はい。まあ、ちょっとね、たくさん、まあ、趣味で受けてる人たちからは、なんてことはないことだと思いますが、まあ、本当に必要でね、受けなきゃいけないっていう人たちにはね、大変なことではありますよね。いやー、いろんなところに影響が出てきてるなと思いますね。はい。一体どうなっていくんでしょうか。はい。皆さんは一体どう思いましたか、この事件ですね。ぜひ、ご意見お聞かせください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.